瞳漫画っ子ですよ。チビリアンよりはアニメとか詳しいもんな。詳しいです。なんかしかも漫画が本棚に入ってない。どういうこと？入りきれてない。そんなに？積み重なっそう、自家積みで置いてある。典型的なダメ人間。ニートじゃん。最近おすすめあんの？最近のおすすめは。そういうやっぱ詳しい人が何を今一番面白いと思ってんのか気になるじゃん。バラカモンってやつが面白いかも。全然知らない。動画の男の子が行き詰まっちゃって、うん、なんかすごい田舎の島の方で生活をするっていう話。だそうだけど。何全然わかんねえ。私も全然内容は知らないし。アニメやアニメ。アニメ最近なんかあんまり面白いのないよね。あー。君に届けぐらいです。あ、君に届けぐらいです。本当に、今期は。なんかひどいんですよ。お兄ちゃんのことなんて、うん、そう、全然好きじゃないんだからねっていうのの、見たら衝撃的ですよ、多分。え。あの、顔がホームベースの形ですから。女の子の。ギャグアニメ？ギャグって言っていいのかな？ちょっとツンデレみたいなやつ？いや、あれツンデレでもない気がする。なんかもう。お兄ちゃんに発情している妹みたいな。ひどいよね。で、絵もひどいっていう。まあ、ひどいっていう。そう、絵がひどいってのは狙ってんの？じゃなくて？わかんない。だって、わかんねえんだ。多分、小6ぐらいだったら描ける程度の絵ですよ。サイトは後で見てみてください。でも今期は本当に君に届けぐらいしか見てないです。ほう。なんかやっぱこの前の、お礼の妹がをやってた時期の方が面白いのいっぱいあった。どうなんですか ?PSP 買うんすか？あ、でもそういえば PSP 新しいの出んだろ ?GPN だからなんだかな。あー。ジェネレーションなんとか、ネクストジェネレーションポータル。あれって、来年か今年か電話になるやつ。電話電話とは別みたいよ。ああ。プレステの進化版みたい、タッチパネルみたいなやつ。うん。PSP フォンは、出るんですかね。PSP フォンも出るみたいだね。あ、やっぱ出るんだ。噂だけじゃないんだ。みたいだね。なんかすごいキョトンとしてる人がそこにいるんですけど。なんかかなりその出来が良さそうなんで、3DS 終わったみたいな感じで言ってたね、そのゲーム好きな人は。やっぱりすげえ性能いいみたいよ、新しい PSP。へぇー。PSP を、私ゲームやんないから、別の使い道で使いたいんですよね。何ができんだろう。まああれじゃねえの、家のビデオとかコピーしてっていうのはできんじゃない。あ、やっぱ持ち出してみる。そうでも iPhone あるからな。そうなんですよ。iPhone あると特に必要性が感じられない。PSP ってまたちょっと微妙な大きさだしね。そう、でかい。ちょっとでかいよね。あと、iPhone で思い出した。4.5 って出るんですか、今年。そうなんだ。なんか 4.5 が出て、5が出るみたいな。へぇー、4.5? いやー、さすがに次世代好きな私でも 4.5 は買わないかな。まあ、微妙だなー。なんで 4GS にしなかったんだろうっていう疑問。4GS ね。うん。なんでだろうな。なんで 4.5 なんですかね。なんかあったんだろうな、途中でな。ジョースの、あれ？健康状態。健康状態。で、4.5? 5はちょっと無理だから、俺には5は無理だから、今5までつ、あれ、作っちゃうと？作っちゃうのは俺の体に負担がかかるから。全然意味わかんねえんだけど。プレッシャー的なこと。4.5 ぐらいで。なんで今頃プレッシャーかかっちゃうんだよ。ちょっととりあえず、俺が治るまで 4.5 でとどめといてくれっていう。でもやっぱあれだよな。過去のやつ比べると4の評判、4の出来がやっぱちょっと悪かったよな。うん。ガラスが割れたりなんだよ、うん、白がどうこうとか電波がどうこうってな、いろいろ問題あったから。結局白まだですよね。そろそろ出るみたいだけど。あ、そうなんだ。まあ、ちょっとこのタイミングってのもな。うん。ちょっと買いづらいよな。次欲しいからな。4.5 も買わないな。5G 買うな。多分。なんか au から iPhone が出るとか出ないとかっていう。もうね、電波のやつが通ったってね、あっちの海外の方であの方式がね。まあそれが OK ってことは、その技術的には au でもいけるだろうっていう話だわな。ですよね。でもまあ私はソフトバンクで頑張ります。au のがでも電波届くんだよな。ちょっと微妙だな。出戻り？出戻りになっちゃうけど、俺でももともとソフトバンクっつうか J フォンからだから。うん、私も J フォン。
今また戻ってきた感じだね。瞳も J フォン。瞳なんて浮気したことないもんね。お、もうずっと一筋？ J フォン、ボーダフォン、ソフトバンクですよ。はー、すげえな。それはなかなかすごいね。だってまだね、あれ使えるもんね。T. ボーダフォンの方のアドレス。あ、あのアドレスまだ届くよね。そう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 。それですよ、まだ。めんどくせえからそれにしてんの？まあな、それで届くんだったらって思っちゃうな。なるほどな。はい。あ、で、なんだ、その、今期は、まあ、もちろんにはないと。そうですね。でも、話聞くと今の、その、おすすめのやつって、俺、妹的な感じとは違うのか。妹がっていう。全然違う。もう、純愛。純愛？うん、あ、もう、がっつり？少女漫画なんで。あ、そうなんだ。でも、すごい面白いです。ほう。とてもいい作品です。俺、今期だと、あれ見てるよ。とある魔術のインデックス2。あれは私はちゃんと前のやつから見たいと思ってまだ見てないよ。前のに戻ってみた、やっぱ俺はもう。ああ。で、あのほら、なんか熊殺しさんがおすすめしてたからさ、はい、俺あのレールガンの方を先見たのよ。うんうんうん、面白かったから、どうなんだろうなと思って見たら面白かったですよ。あれ、ツークール？ツークールじゃない？で、今回また第2でやってるよね。第2期っていう感じで。へぇー。なかなか面白かったね。面白いね。まあ現在進行形でやってるのか。なるほど。私は、今期はあんまりヒットしてないですね。ない感じですか。うん。むしろ次にやるやつとか夏にやるのが楽しみみたいな。あ、化け物語がなんか映画とかってしたっけ？超かったか。なんかそんなのチラッと見て。知らなかった。1話だけ見たんだけど、なんか意味わかんなくて、2話目から見てないんだよね。1話って化け物語の化け物語。あららぎくん。なんか、あんま頭に入ってこなかった、うん。なんか、なんかシャフト、あれシャフトでしょ？そう。あそこって、シャフトってさ、なんか、独特なんですよ。作り。いわゆる原作レイプと言われてる会社だよね。そう。なんか、なんか見づらくって。荒川アンダーザブリッジは、すごいいい出来で、なんかシャフトにしては、すごい。あ、なんかそのアニメ的にそのシャフトのやり方が合うのと合わないのがあるんだろうね。で、多分、化け物語はシャフト的には大満足な作品だとは思うけど、私たちからしたら、なんか分かりづらい。分かりづらいね。なんか余計な演出が多いなって思っちゃうんだよね。そうそう、なんかカチカチするよね。カチカチするよね、目が。そう。赤と黒、なんかガン、ガンって。なんか入れてきますよね。入れてくるね。サブリミナルかってぐらいな感じで入れてくる。なんか女の子すげえ軽くて武器みたいのがいっぱい出てくるっていうのしか覚えてないんだよ。で、てっきりさ、ほら、俺、なんだ、恋愛サーキュレーションだっけ？はい。あれから入ってっからさ。あ、なでこ。あの子も全然出てこねえなと思って。あれね、終盤ですよ。え？そんな後？うん。後の方に出てくる。最後の前の回で出てくる。なでこはヘビなんだろ？なでこヘビです。あんまり前に出てけない感じの恥ずかしがり屋みたいな子なんでしょ？そうです。恥ずかしがり屋がすく水を切るんですよ。おで、そこまでたどり着くまでに17話見なきゃいけないわけだろう。いや、でも、飛ばし飛ばし見てわかるもんなの、あれは。単発でなでこだけ見ても、ストーリーは別に。そういう回なんだ。なんか、その武器が体からバーって出てくるこの回と、はいはいはい、カニだよな。カニ、そうです。カニと、なんとかと、猿と、蛇と、っていう感じで、単発だよね、あれも結構。主要人物以外は違う人がゲスト的な感じ。そうそう。だからなでこはゲスト扱いで出るから、別になでこのとこだけ見ても。じゃあ男が主人公でずっとそれが軸になってるっていうこと？カニも後から出てくるの？もう出てこない。あ、出てこないんだ。そういう感じ？女の子自体は出てくるけど、うん。その話の中での主役、っていうメインではないし、ああ、後からそのカニが重要になってくるとかってことはないです。だからなでこだけ見ても大丈夫だよね。なるほど。です。わかった。特別オープニングがあれなんだよな、その回だけな。そうです、そうです。見た方がいいかも、なでこは。面白すぎて。オープニングのイメージ、曲とあったからさ、その初めて化け物で1話目見たときにさ、なんか全然明るくねえなって、もっとすげえ、なんかポップな感じなのかなって。意外とヘビーですよ。そうだよね、そんな感じだったよね。すごいヘビー
だよね。1話目からあれ、あの展開なんだって。学園ラブコメ的なもんをすっげー期待してたから結構ショックでさ。うん、まあちょっとそれはわかる。私も意外とショックでした。っていうか、3度目のなんかスルガモンキーっていう回があって、うん、それは強烈でした、うん、私は。暗くなる。トラウマぐらいな勢い。あとなんだっけ、作画がなんか崩壊っていうか。あ、なでこです、なでこ。あ、それがそれなの？うん。で、テレビバージョン見た方が、最初に。動きがないんだっけ？そう。紙芝居見たくなってるって。そう、前言ってたよな。そう、最初にテレビ見て、後で DVD のやつ見た方がいいです、多分。ほーん。DVD になったらちょっと動いてます。保管されてんだ。うん、されて。だから本当に間に合わなかった感じですよね。そこも含めてシャフト的な感じってことだな。うん。まあ、やっちゃんは大批判をしていましたけどね。私はもうなんか、話自体がもうよくわかんないから、どうでもよかったけど、やっちゃんはものすごく怒ってましたね。あれってもともと原作あるんだよね。ありますあります。なんとか物語ってずっとこうシリーズになってるよね。ね、西尾維新だっけ？わかんないらしい。なんかさ、漢字三文字で何物語何物語っていったら、ね、傷物語とか、そうやつ、ね、偽物語とか、化け物語。あれもやっぱラノベかなんか漫画？あれラノベになんのかな？小説？小説で。で、なんか、あれらしいですよ。予告で、うん、あららぎくんの主人公の妹二人が出てくるんですけど、偽物語だかどっちかで、その二人が主要になってくるっていう。おー、やっぱ話が全部繋がってるわけだ、うん。みたいですね。それで、じゃああれか、その続編をみんなこう期待してるわけなんだな、多分そうです。化け物語のな。うん。でも、うん、化け物語って、十何話で一回テレビは終わって、はいはいはい、その後ネット配信になったんですよ。おー、続きが。そのパターンね。続きが。うんうんうん。そうそう。だからね、全部見ないと。それもやっぱり、その、DVD とかが売れねえと次が作られねえっていうことだろ、結局な。まあそうでしょうね。そういうことだよな。うん。はい、そんな感じでした。かまあな、俺妹イカ娘の第2期を早くやってほしいんだけどな。俺的にはイカ娘にハマったんだよ。超ハマっちゃったよ。全然私全然見なかった。何も残んないんだ頭に。それがいいんだよね。何も考えないで見れるから。何も考えないよ。ただイカちゃん可愛いって言ってりゃいいんだよ。感想はそういうお約束なんだって。イカ娘の何が面白いんですかって言われたら、イカちゃん可愛いっていう。答えになってねって。だからストーリーは面白くないのは前提的なことみたいな。ウケる。でもほんとそういう意味ではそういう感じだね。何も考えずに。話のオチも大して面白くないけれど、こうなんか癖になるとこがある。俺の妹全部見たんですよ。あ、ついに見ましたか。ついに全部見て。ほう。最後あんな展開って思って。あれってでもなんかすげえはしょったんでしょ？はしょったんだ。ラノベのオリジナルの方と比べると。確かラノベの方だと海外行くんじゃなかったっけかな、実際。へぇー。一回行って、で、行ってる間が、その他の黒猫とかが主役級な感じで続いてて、で、結局戻されんだよね、なんかね。うまくいかなくて。っていう風に、ラノベの方はそうだって聞いたけどね。そう、なんか、いきなりすぎて、展開が。ねえ。アニメだとそうだよね。そう、なんか、えって、いきなり。この間までね、漫画描いてアニメとか言ってたのに、急に運動で、みたいなね。そう。急に運動で、なんか飛行機のチケット出てきて、えっていう、ね。えっていう。で、ほら、あれさ、最終回だと思うけど、黒猫と妹がさ、喋ってる時に、うん、黒猫がこう、ちょっとこう、意味深な感じで言うじゃない？兄貴のことを、まあ、お兄さん、まあ、って呼ばなくなるかもみたいなこと言うわけじゃん。うんうんうん、それってだからその伏線なのね。まあ、黒猫とお兄ちゃんがっていう。なるほど。だからな、もし次回あるんだったらね、ちょっとまた見てみたいけれど。でも私黒猫の花澤香菜ちゃんは新しいと思いました。あ、声ね。うん。あの人なんだっけ、なんか他なんかで有名なのやってたよね。なでこですよ。あ、そうかそうか、それか。なでこといろいろやってるよね最近ね、もう。
売れっ子だよね。売れっ子なんだ。話は大好きですが。で、最後ね、テロップも出てるぐらいか、鏡の前で、こう、なんか、うまうまだっけ？あー、の、なんか、うま、の練習みたいなしてんね。それもなんかな、どっかで誰かがちゃんと解説してたんだよな、繋がってる。どっかで誰かが。そういうのを解説してるサイトで。へぇー、はあ。確かに良かったよな。すっごいハマっちゃったんだよ、浅川さん。ハマったねー。まあ、やっぱあとね、その声優さんが良かったよね。うん。かわいい。アズニャンだからね。アズニャンだし。アズニャンとリッちゃんだしな、あっちの幼馴染のね。ああ、そうだ。全然違うタイプの声で。全然違う。なんかもう、って感じの声ですね。ゆいちゃんに近い感じ。そうだね。いやー、ほんとハマったなぁ。はい。久々に来たって感じですね。あと、なんだ、メガネのでっかいやつがな、お嬢さんっていうのが、出てたよね。うん、超美人、ね。超美人っていう。ほんと、出てきてほしかった。メガネ取って出てくるのは、ラノベの差し入れかなんかで入ってんのやがったっけかな。あ、そうなんですか。そう、相当美人的な感じの。お嬢さん。じゃ、すげえお嬢様なんだよ。すげえお嬢様。だってメイドさんがメイド服作って、持ってきましたから。うん。まあ、今後のアニメに期待です。なんかあるの？他に。他につかその続きやってほしいとか。続きやってほしいのは夏目友人帳ですね。ああ、それお前すげえ好きみてえだな。すごい好きです。夏目友人帳と、あとなんだろう。何？あ、クラゲ姫。ああ、それもう終わっちゃったんだ。終わっちゃいました。あれはなんか両方同じ監督なんですけど。へえ。そう、それはやってほしい。ぜひとも。デュラララの監督です。おぉ、デュラララもあれだな、ちょっと見逃しちゃって、見ないパターンになっちゃったけど。せっかく住んでるのに。行き来るだろ。せっかく住んでるのに近くに。なんかすげえ遅い時間にやってたじゃん、あれ。そうですね。それでなんかこう、見る機会をなくして、そのまんま見ずに済ましちゃったけどな。よく池袋でイベントやってたもんな、なんかな。相当盛り上がってたっぽい。ねえ、やっぱその舞台になってるからね。うん、首なしライダーとか、ね、そう出てくるでしょ。コス見てみたいですね。ああ。池袋でやってる。はいはいはい。なんか撮影してみたい。ギュラララ見てみるか。はい。ぜひとも。なかなかね、リアルタイムで見ることがないからさ。まあ一通り終わった後、評判とかを聞いて見出したりとか、借りてきたりとか。まあそんなもんですよね。って感じかな。はい。みーちゃんが気になって仕方ないですね。ちょっとな。3月20日、うん、日曜日、キャラメルロジック主催ライブ第2回が開催決定しました。イエーイ。今回は僕も行きますよ。そうだよ。今回は来てくれ。頼みます。前回と同じところ？ところです。詳細は随時アップしていきますけど、ね、とりあえず、今回の何、まあ、コンセプトはお前の誕生日的なことなの？まあ、おこがましいライブイベントっていう。自分でな、自分の誕生日パーティー的なこと。そう。なんか、自分で、なんか、だからそれこそ虚しいんですけど、自演を継ぐ。それは何じゃあ、ひとみちゃんとかこう、ドッキリ的なことでケーキ差し出したりするようなこともあり得る。え、知らない、それは。なんか、考えてんの。っていうか、今ここで言ったらドッキリじゃないじゃん。いやいや、面白いから先言っちゃおうかなと思って。知らない、そこは知らないタイムテーブルに組んじゃおうかなって。15時10分。私だけタイムテーブルもらえない感じ。そう、それを外してる、偽タイムテーブルがね、出回ったりとか。まあ、期待をしつつですね。はい。やっちゃんが何を考えてるかはちょっとわかんないので。普段から。お前、ひでえこと言うな。ひどいこと言いますね。本人いねえからって。まあ、でも普段から何考えてるか分かんないんですけど、とにかく。やっちゃんは何、何どういう役目なの？受付です。あ、受付やってもらったんだ。はい、よかったよかった。え、何がいやいや、なんか、合ってるじゃん、そういう。しっかりしてるじゃん、そういう。まあ、計算とか、まあね。そうそう、しっかりしてるよ。アバウトな感じがしないからね。まあ、確かに、アバウトではない。アバウトでは動かない。そういう人にやっぱりそういうね、受付とかお金の管理やっぱ任せたいから。しっかりしてるところはね。はい。私たちはできないんでね。そうだな。はい。なんか悲しいけど。そうだなって言われる私が。
まあそんな感じで、やりますので。3月20日。はい。今回は浅川津さん参戦ということでね。祭日の中日だね。中日です。いいよなぁ。ぜひ遊びに来てください。はい。